サンシェギー・コールド・ブラックは、フランス、奥下にー地域圏、アベロン圏のコミューン。サンシェギー・コールド・ブラックは、オブラック高原のアベロン圏側斜面に位置する。そこは、ロット・川谷を南進したボラルド・川渓谷の中である。トゥーゼスという地名は、オック語で水源を意味するラスダッツに由来する。サンシェギー・コールド・ブラックは、第二次深海に位置している。村には、 多くのハイキングコースがある。村は、サンティアゴ巡礼に向かう神秘的な旅路、グレーン65ハイキングコースが通る。サンシェリー・コールド・ブラックと小さな村落のオブラックは、ロット・川谷につながるオブラック地方のアベロン県側に、ある、二つのかつての宿場である。我々は、標高1300メートルのところにあるオブラック村落を出発し、7キロメートル行ったところで、 標高800メートルのサンシェリーコールドブラックに到着する。次にオブラック村落を立って15キロメートル離れた標高400メートルのサンコームドルトへ向かう。地名は以下の形式を通じて資料で裏付けられている。S アレクティ、S エ,エリジャイ、エスイリジー、ラテン語のアリジェスである。ロゼール県のサンシェリーのようにサンティレールの名前の解釈である。 su ジェリーを見つけることもできる。オック語でのコミューン名は、サンチイーライ・ディ・オブロックで、セイエロワから引用されている。しかしながら、筆記者による名前の誤読の結果、最初の単語にあった CH は2番目の単語に変換され、今日の正式なフランス語の形式、セインとシェリー・ディ・オブロックとなっている。フランス革命の間、コミューンは、バレリーブルと名乗っていた。 昔、オブラック地方の象徴とされていた、エラニュスさんの表記と、ルピュイの道が描かれている、地図山シェリーコールドブラックへの人の定住は、戦士時代に遡る。カステルビエル岩の近くで、紀元前3500年頃の磨かれた角石、石符、地面に埋まったクインが見つかった。グレーン65ハイキングコースは、この時代に古いローマ街道であるルピュイの道が通じており、 ロット川渓谷に行くのに最も簡単な方法だった。中世には村を取り巻く城壁が築かれたが、現在壁の痕跡は残っていない。オブラック近くで罠に落ちたアダラールが誓いを立てた物語が知られて以来、そこにオブラックのドムリーとオブラック救護員ができた。サンシェリー・コールド・ブラックは巡礼のため、巡礼によって生かされてきたのである。これは、 アダラールの冒険団の最も古い版である。三十人の騎士たちと共に、コンポステーラからの木とについていたアダラールは、夕暮れ時にオブラック地方を通り、森の奥深くの洞窟を見つけた時、彼は間違いなく一晩を安全に過ごせる場所を探していた。しかし、なんて、恐ろしいこと。巡礼者たちは、そこに二十人から三十人の旅行者たちの切り落とされた頭を見つけたのだ。 犠牲者はコンポステーラの巡礼者だけだった。キリストがその時姿を現し、アダラールに対し、この危険な場所に救護員を作るよう頼んだ。アダラールは自らの巡礼を終えると、神の命令に従うべく一人でオブラックへ戻った。2016年時点のコミューン人口は538人で、2011年時点の人口より1.821%減少した。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。